背が小さい方なので粘りっていうところがすごいあると思うんですけど、そこの粘りを最後までできて、雰囲気も途中下がっちゃったところもあるんですけど、そこでも盛り返して最後まで粘って勝てたことが良かったと思います。真ん中に入って、自分のこのそのままこっち側に切り込むブロックの横を抜くコースが自分はすごい得意なので、それがプレー中にできたことが良かったと思います。3枚来てるのがすごい分かってたので、自分は背がそんなに大きい方じゃないかな、ないので、その当てて出したり、そのブロックの横を抜いたコースとかの内訳を自分で工夫して考えながらやりました。スパイクに飛んだ時にもうそのコースが空いてるのがすごく見えたので、もうここだと思って、自分はパワーも自信があるので、もうブロックが来ても弾き飛ばせるぐらいの気持ちでもう振り抜きました。これからまだリーグは続いていくので、一戦一戦自分のプレーとチームの雰囲気を盛り上げられるようにこれからも頑張っていきたいと思います。